こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一切空無我です。無我という語は一般には無心と同じ意味で使われていますが、仏教ではあらゆるものには永遠不滅の実体がないことという意味に用いられます。これを大乗仏教では空と言い、無我空の教えが自分のものになれば自己中心の誤った考えは起こらなくなり、常に他人の立場に立って物を考え行動することができるようになります。それはすなわち慈悲の心に満ちた菩薩の姿であり、修行者の理想像となるものです。今から一切空無我を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。